はいどうもこんにちは、ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ今回もですね、フライタイム楽しんでいきたいと思いますけども、今回巻いていくのはマラブーだけでストリーマーを巻いていきたいと思います。マラブーを使用したパターンは湖や管理釣り場で実績抜群の定番フライになっていますけども、その中でも今回は特にシンプルに簡単に巻いていくパターンになります。球数が必要な時もあるかと思いますので、こいつをフライボックスにストックさせておくのはいかがでしょうか。というわけで早速巻いていきたいと思います。それではマラブーストリーマーのマテリアルを紹介します。フックは TMC3769、 サイズは10番、スレッドはユニスレッド60、カラーはアイアングレー、テールとボディにはマラブー、カラーはオリーブを使用します。それではまずシャンク全体にスレッドで下巻きをします。下巻きができましたら余ったスレッドをカット、そしてマラブーを取り付けていきます。マラブーが固定できましたら、それをスレッドに巻き付けます。そしてスレッドに巻き付けたマラブーをシャンク全体に巻き付けていきます。アイの手前までマラブーを巻きつけましたら、マラブーに巻きつけてあるスレッドを戻し、そのスレッドでマラブーを固定します。マラブーが固定できましたら余ったマラブーをカットします。そうしましたらヘッド部分を巻きつけていきます。ウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをします。ウィップフィニッシュができましたら余ったスレッドをカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、マラブーだけでストリーマーを巻いてみました。非常に簡単に巻けますし、よく釣れるフライですのでおすすめです。そして使い方としては、湖ではオーソドックスに引っ張りの釣り、そして管理釣り場では引っ張ってもよし、ルースニングで使ってみても釣れてくれますので非常に扱いやすいフライになっています。またカラーバリエーションも揃えておくとローテーションができますので、いい釣りができるのではないでしょうか。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイミングがしたくなってきた、今度の兆候が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。